国有企業あるいは政府所有企業は国ないし政府が所有する企業のことである。国営企業は国有企業のうちの一形態であり国が経営する企業のことである。鉄道が国有の国は多い。国有企業は政府所有会社などとも呼ばれ産業育成や国防上などの目的で国家あるいは国家機関が最大の投資者になっている企業である。 政府所有会社、国営事業などとも呼ばれている。いわゆる社会主義国では、ほとんどの企業が国有化されたが、西側の資本主義諸国や発展途上国でも、鉄道や航空会社などの交通インフラを担う、企業や電力、石油などのエネルギーや、資源の開発、供給を行う企業などが国有化されていた。第二次世界大戦後しばらくは、 上述のように東側の社会主義国だけでなく西側諸国でも今後を経済政策として国有企業が多かったが社会主義国の崩壊や新自由主義の影響などで現在では世界的に国有企業は例外を除いて民営化が進み多くは株式会社になってきているしかし依然として中央政府や地方政府が株式の大多数を所有している例もあるまた これまで、私有会社であった企業を、倒産を防ぐために短期間政府管理下において、国有企業扱いになる場合もある。灰色は、国有企業独占。緑は、国有企業と民間企業の共存。黄色は、民間の参入も可能だが実質国有企業のみ、無職は、国有企業が存在しない完全自由市場である。国家あるいは、 国家機関が50%以上資金を提供している企業を一家に示す。地方政府所有の企業体は数多いので、ここでは省く。カテゴリー、日本の高企業、特殊会社、公共企業体、及び特殊法人も参照日本は1980年代の、いわゆる民活路線により、国営企業の民営化内し株式会社化が進行し、 競技の国営企業が存在しない。下記はいずれも厳密には国有企業ではなく特殊会社で政府が経営権を有する株主となっている。法律によっては公企業ではなく私企業の株式会社と同様に扱われることがあり、市場でも自由競争の一員内し日常的には国から独立して経営されている例が多い。また、独立行政法人の中には 例えば都市再生機構のように通常の企業活動を行っているとみなされているものも存在する。政府100%出資会社その他民営化の遠隔、編集、日本の民営化の一覧、官了、及び参考者ご現業も参照、カテゴリー、アメリカ合衆国の高企業も参照以下は特別法に基づく政府支援機関であり、本来は 政府から資金を提供されていない企業であるが、救済により国有化された。カテゴリーイギリスの高企業も参照。カテゴリーインドの高企業も参照。カテゴリーインドネシアのこの市場経済化の方針を受けて、1993年の憲法改正で社会主義公有制から社会主義市場経済へと改革され、政府化の一部門であった企業部隊が、 政府資本家の別会社へと移行、故障もそれまでの国営企業から国有企業へと変化した。国有企業には国務院の国有資産監督管理委員会管理課の中央企業と省、自治区、市政府管理課の企業等がある。中央企業を掌握する国有資産監督管理委員会は国有企業の経営を監視、 監督する目的で1988年に発足しており、役員、経営陣の任命や資産の管理、株式の売買等や企業法令の整備を業務としている。2015年春に、党中央と国務院の選任で、石油や自動車等の国有企業トップが相次いで交代となり、同年9月には国有企業改革進化に関する指導方針が公表された。 2016年9月に宝港集団と武漢鋼鉄集団の統合が報じられるなど、過剰生産が課題とされた分野の政策について、企業統合の傾向が見られる。2017年、国務院国有資産監督管理委員会が出資し、中央政府が管理する、いわゆる政府直轄の中央企業の一部が解組され、約97社となったと報じられた。以下は一部である。 国有会社を参照社会主義国であった旧東ドイツでは人民公社という形態の国営企業や株式を国家がすべて所有する会社が存在したが、東西ドイツ統一後に民営化されている。1990年代には旧西側のドイツ連邦郵便なども、最近以前の政府機関による事業の多くが従業員の持ち株による公開株式会社となり、それを マネジメントバイアウトによる会社となり、株式市場への上場が行われる例も多い。ありがとうございます。